このうちわの作ってる様子はまた別で投稿されていると思いますので見ていただけたらなと思います。ピカジェルですね。もっちアルコールテピカジェルということでテピカジェルも持っていきます。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はキング&プリンス参戦バッグの中身紹介をしていきたいと思います。ご興味のある方はぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。バッグを2つ持っていくので、まずはこちらのバッグの中身をご紹介していきたいと思います。ジル・スチュアートのビジューロイヤルトートの中に、まずこちらのポーチですね。この中にはティッシュやウエットティッシュが入っています。続いてこちらがメイクを直すポーチです。あっち着いたらずっとマスクはしてるんですけど、一応持っていきたいなと思ったので、パウダーとクッションファンデとリップとチークと、あとアイライナーとラメライナーが入っています。あとカラコンが取れたら困るので、カラコンの予備なども入っています。そしてハンカチですね。ハンカチは大事なので持っていきます。そしてお財布、お財布ではないんですけど、これはこういうカードケースなんですけど、この中にお金を入れて持っていきたいと思います。会場でグッズは売っていないのでお金は使わないんですけど、大きいお財布じゃなくてこういったちっちゃいものを持っていきます。続いてテピカジェルですね。モッチアルコーテピカジェルということでテピカジェルも持っていきます。そしてクシとほげを直す用のスティックとヘアミストですね。そして携帯です。で、鏡をどっちのバッグに入れようかなって迷ってるんですけど、これはジルの鏡なんですけど、うちのバッグはそんなにいっぱい入らないので、まあ、これぐらい入ればいいかなっていう感じですね。続いてライブでは定番のこちらの大きいメゾンドフルールのトートバッグの方をご紹介していきたいと思います。以前ゴールデンボンバーのライブに行った時もこのバッグとこのバッグの組み合わせだったんですけど、トートバッグだけにするわけにはいかなくって、ちょっとどうしても2個になってしまうんですけど、大きいものを入れられるので、今は会場にグッズが売っていないっていうアーティストの方もいらっしゃるかなって思うんですけど、こうグッズ買った時もこういう大きいのがあれば入れられるので、やっぱりメゾンドフルールのトートバッグは定番かなって思うんですけれども、ピンク欲しいなって思ってたんですけど、はい、今回は黒でいきますね。はい、まずうちわです。うちわはこのバッグにちょうどいいので、うちわこれに入れていこうかなって思うんですけれども、こちらは事前に頼んでいたうちわと、これが自分で作ったうちわなんですけど、こういうの一度も作ったことがなかったんですけど初めて作ってみました。で、このうちわはレースをつけてて会場に持ち込めるサイズをオーバーしてしまっているので、会場外で写真撮る時だけ使うようです。で、これがハンサうちわというものを作ってみたんですけど、これフリルがついていて、うちわケース買ったのにこのうちわケースに入らなかったので、2枚入りのうちわケースを2つつけてこうカバーみたいにしようという作戦でマステで留めてあります。これだけだったら全然入るんですけど、こっちが入らないのでこうやってちょっと挟めてますね。このうちわの作ってる様子はまた別で投稿されていると思いますので見ていただけたらなと思います。メゾンドフルールの巾着ですね。私ペンライトケースを持っていないので、毎回ペンライトはこの中に入れてるんですけど、今回のペンライトを購入していないので、この過去の可愛い2つを持っていくんですけど、このリボンもちょっと初めて作ったんですけど、なんか可愛いかなと思って作ってみました。ペンライトのリボンって流行ってるのかな。初めて見よう見まねで作ってみたという感じなんですけれども、こちら持っていくのでこうガンガンしちゃうのでこれに入れていきます。そしてと中では使わないんですけど、お外で待つときちょっと暑いかなと思ったのでこれも持っていきます。フランフランのハンディファンですね。そしてモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーはいつも持ち歩いてます。そしていつ来るかわからないので生理用品も持っていきます。これもいつも持ち歩いているものなのでライブに限らずなんですけど、でもなんかすごいいろいろ考えちゃって、こう今からライブ始まるっていう前にトイレ行った時に生理になっちゃったら、出れないし買いに行けないしっていうので困るんじゃないかっていうことで、心配性は急な
非常事態にも対応できるように常にいろいろ持ち歩いてるんですけど、ということで食べ物とかもないと不安なので、食べ物とウィダインゼリーとかいつもそういったものは非常食として持ち歩くようにしてます。そしてビニール袋3枚、これは何かあった時用に、まあ困らないので袋とかもいつも持ち歩いてます。あとはセーフティーシートですね。これは使わないかもしれないんですけど一応ということですね。そしてまたね、いつ大きな風が吹いてくるかわからないので、前髪が崩れるかもしれないので、これはねもちろん中では使わないんですけど不安なのでケープ持っていきます。それでも小さいサイズのものを見つけて買いました。大きいバッグの中身はこんな感じです。はい、というわけで今回は参戦バッグの中身をご紹介しました。この動画が少しでも参考になったなって思っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。これからライブに行かれる方の参考になったら嬉しいです。